はい、どうも、はじめまして、こんにちは。ジェジェです。いつもよろしくお願いします。ということでですね、本日なんですけれども、今やってるね、TS 第3弾のね、出てきてる選手を使ってみたいと思います。なんですが、おそらくね、今テロップ出てると思うんですけども、多分出してますけども、イベントのね、ネットスタジアム、こちらね、まあ、ランキング走ってまして、目標はね、1万円以内なんですよ。まあ、なのでね、ちょっと申し訳ないんですけれども、多分今日の動画編集少なめだと思います。ご了承ください。ということで、早速ね、今日使っていく選手は、こちらの選手です。はい。ということでね、改めて今日使っていく選手は、福浦和也選手です。いやー、マジで打ちやすいです。福浦選手。まぁ、ちょっと言います。これ選手メーカーなんですけど、僕の福浦選手はちょっと極みにできてないんですけど、まあ、デフォルトでね、ミート84っていうミートの高さと、パワー73なんですけど、ラインドライブなんでね、めちゃくちゃ打ちやすいんですよ。まぁ、しかもね、守備も特殊で B 乗りますし、まぁ、特能もね、アベレージヒッターと、ラインドライブと。まぁ、ちょっとね、パワーが心配なんですけども、まぁ、ラインドライブなんでね、ホームラン別に打たなくても、僕はいいかなと思ってるんで、まあとりあえずね、福浦選手のね、打ちやすさを皆さんにね、見せていけたらなと思います。それでは早速リアタイ行きましょう。どうぞ。はい、ということでね、福浦選手使ってみた、早速ね、1番でいきたいと思います。まあ、そしてね、お相手山本由伸投手ということで、使ってみた動画でね、絶対出てきてほしくないピッチャーですね。いやー、まあ、しくったー。いやー、しくったー。マジでしくった。いやー、ちょ、もう一回回したい。さあ、アウトコースは流さないといけないよ。流し意識しすぎたー。さあ、行くよ行くよ。うわ、マジか。さあ、ちょっとアウトコース試してみますか。やっぱりね、ボールちょっと飛ばないですからね、アウトコース。アウトコースをちょっと意識したところで、はいはい、OK、OK。ってことはですよ、このマー君のカーブが生きてくるんじゃないですか。そうですね、まあ、省エネでね、ピッチングできてますからね。はい、さあ、次のバッターはどうなるか。打ちました。はいはい、ナイスピッチ。一塁アウトで2回。さあ、問題はね、福浦選手まさに意味ないんですよね。4番バッター中村、僕も打ててないですからね。いったぜ。オッケー、ナイスバッティング。さあ、5球目は何か。ああ、ナイスボール。決まりが求められる場面だと思います。うわー、こうやった。オッケー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 。フェンス直撃。危ない危ない危ない。はい、外のストレートがストライク。見逃しましたが、いやー、ダメだ、今日それ球見えない。これで3アップ。ありがとうございました。さあ、2試合目もね、山本選手でしたね。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目して、ね、いや、でも福浦選手ね、マジで打ちやすいんです。僕が打てなかったとしても。はい、決まります。ここは150キロを超えてきます。これ、いやー、無理だ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 。さあ、3試合目です。これ最後です、マジで。打ちました、ショート弾く。おーおい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 、何してんねん。いやー、ちょっとね、3試合目はさすがに打ちたいですね、福浦選手で。いや、でもマジでね、アウトコースばっか投げてるんですけど、あんま全然打たれないですね、本当に。いい場面ですから、いいと思いますね。はい、長打を警戒する場面で、今のような落ちる変化球というのは要求しづらいものなんですか。まあ、低めに落ちる。なんで、むしろね、なんか簡単になんかインコース投げない方がいいかもしれないですね。こういう風にボール球になるくらいじゃないと。はい、やってまいりました。本日3打席目、福浦選手さすがに打っていきたいよ。まあ、ただちょっとね、山岡投手っていうのはまたいやらしいピッチャー来ましたよね。低めの球、これは外れます。はい、おいおいおい、ワンボールツーストライクと追い込みました。おぶねえ。あぶねえあぶねえあぶねえ。低
目の変化球です。オッケー。フォアボールだけはやめて。よしそうなんです。こう外アウトコースを引っ張ってもね、福浦選手ヒットにしてくれるんですよ。ラインドライブだからですね、多分これ間違いないです。いやー打ててよかった。次が2球目。ナイスバッティング。いやー現実世界の大谷選手強すぎますからね。打ててよかった。今みたいな球をね流したいんですよね。2球目は何で来るか。打ちました。ヒットになった。ノーアウトランナー1塁です。おっと森選手、ノリの能力下げられすぎですね。まあここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。まあ、そうさあノリならいけるよ。まあそうですね。オッケー、ナイス、よく見た。うわー、それ入ってくんのか。なるほどね、ナイスボールです。落ちたね。 OK。 さあケンジ一発頼むよ。さあいやーマジか、こんな下がるか。さあ得点につなげていきたいところです。このカウントは狙い球を待ちつつも、いやちょっと森選手のストレートが慣れないです、ね、なるほど。さあバッターを、バッター OK、 落ちた。さあ満塁でギータ、役者は揃いましたよ。うわー、ボールを拾ってました。はい、ということでね、最後まあサクッと抑えて終わりましょう。ありがとうございました。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。はい、あんまりね福浦選手のね打ちやすさをね見せれたか自信ないんですけど、まあとりあえずねマジで打ちやすいです。これだけは本当に言わせてください。今ねファースト村上宗隆選手なんですけど、おそらくね福浦選手使うと思います。僕はそのくらい打ちやすいです。まあ、シリーズ2でね、村上選手がアーティストになったら分かんないんですけど、まあ、とりあえずはね、福浦選手使っていこうかなと思います。まあ、さっきもね、言ったんですけど、まあ、ラインドライブなんでね、噂のアウトコースボール飛ばない問題も、福浦選手結構ヒットにしてくれるんで、まあ、今環境的にね、やっぱラインドライブ強いんじゃないかっていう風潮もありますから、まあ、福浦選手ね、僕は押していきたいなと思います。ということでね、今日ちょっとどういう編集になってるか分かんないですけど、編集少なかったら申し訳ないです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。そしてぜひねこの動画良かったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。